おはようございます。本日のおすすめはこちら、米沢ほのぶ先生の真実の10メートル手前です。ベルフシリーズの3作目、立原絵町の新聞記者時代を描いた短編集です。様々なアプローチの仕掛けに驚きもあり、余韻が凄まじい。そして何より町がより強く見えてくる一冊です。特に私は名を刻む虫がめちゃくちゃ好き。記者であることをずるく使ったラスト、そして言葉、吐きます。ぜひお読みくださいませ。